るんちゃん、おにぎりの型を使うと、アクレーション的には相当早くできます。バーッとお米をざっくり入れてって、なんとこれざっくりざっくりざっくり、これも感覚です。半分ぐらい入れて、ここギュッてやらなくても大丈夫で、全部もうちょっと結構多めのサービスがあって、おにぎらずぐらい入ってるかもしれない。でまたもう何十段もまとめてバーって作るのが、まあスーパーのオペレーションだね。でこれはもう一人いた方法をもう作りながら巻いて作りながら巻いてっていう感じです。